はいどうも、たまやです。今回も FIFA23 ワールドカップモード続きやっていこう。前回グループリーグのドイツ戦とコスタリカ戦を終えて日本は1勝1敗、順位は2位と、今回のリーグ最終戦スペイン戦で全てが決まる、引き分け以上でほぼほぼ突破、負ければ敗退と。そして他のグループの今の状況が、まずグループ A1 位がセネガル、オランダ、グループ B アメリカ、イングランド、グループ C アルゼンチン、ポーランド、グループ D がデンマーク、フランス。デンマークがフランス差し置いて無双状態だね。フランスはもう2敗してんのか。でもこの辺は3試合全部終わってるんで、一応この混戦を勝ち抜いたのがフランスと。でここからはあと1戦グループリーグの試合を残していて、グループ F はベルギーが優勢、グループ G はセルビア、カメルーンか。ブラジルが意外と窮地に追い込まれてるという。そしてグループ H、 ここは2試合にして早くも決まっている。韓国強くね。ここもかなり激戦区だと思うけど、すごいね。というわけでじゃあ早速運命のスペイン戦プレイしていきましょうか。さあ今回日本この布陣で挑んでいきたいと思います。前回コスタリカ戦で調子が良かったメンバー中心で戦っていきたいと思います。相手のメンバーはこんな感じ。もうね、各ポジションに世界トップクラスの選手たちが揃ってる。さすがスペインといった感じ。こんなチームとグループ突破をかけて潰し合うのか。いやー怖いけどね、もうここは負けるわけにはいかないんで全力でぶつかっていこう。グループ最終戦キックオフ。さあまずは先制点よ、それは絶対。さあチャンス、南野、オッケー、ナイスいきなり先制弾、南野ワールドカップ初ゴール。前回 PK 外してるからね。いい抜け出しだった。さあまさかのスペイン相手に先制パンチ、この1点はでかいぞ。先制1対0。さあこれでね、もし仮に1点入れられても突破の可能性は非常に高いんで、だいぶ楽な展開にはなるね。ちょっと怖いな、フリーキック頼むよ、ゴンダ。いい展開、戻して、いやちょっときついか。もう降りた、ナイス。さあこれもチャンスあるよ、いやトラップ これもチャンス、南野、ちょっと押されてきたね。このままいくとまずい、やばい、あぶね。ナイス、堺安定してるね。ここで前半終了。前半終わって1対0、1点リード。さあ引き分けでも大丈夫な状態の日本にとってこの1点リードっていうのはかなりでかい。仮に後半逆転されない限りはほぼほぼいけるはずなんで、さあ追加点しっかり狙っていこう。メンバーは変えずにいきましょう。後半キックオフ。ナイス長友、うまい。さあ堺オーバーラップ、そして中、南野、オッケー、ナイスナイス南野、今日2ゴールスペイン戦で爆発だ。いいとこにいたね。右足一閃、堺のオーバーラップも効いたよ。
2対0。いや、ちょっと怖いな。中に入れさせんな。いや、まずい。あぶね。頼むぞ。いやー、まずい、いかれた。うまかった相手、そこはさすがトーレス。2対1。さあ3点目狙わないと、これはまた危ないよ。いやー、ちょっとまずい。集中力よ。さあいいぞ、南野、いけ。さあナイスカット。南野、いや惜しい。オッケー、ナイス。こぼれ球、エンドか、長友。なぜそこにいる案件。いや南野効きまくってんね。そしてこぼれ球に長友。強いぞ日本。さあメンバー変えていこう。森田に変えて柴崎、伊東純也に変えて久保、南野に変えて浅野、鎌田に変えて堂安。長友やばいな。山根左行ってもらうか。長友に変えて山根。3対1。あるよ。さあいい位置でフリーキック。蹴り方は全く分かんない。惜しいね。いけ、惜しい。いやーちょっとまずい。それはこれはチャンスになる。さあ竹房。浅野スピード生かせ。そして中、惜しい。ここで試合終了。グループリーグ最終戦3対1で勝利。これで見事にスペインを抑えてグループリーグ突破と。いやーいい内容だった。まさかの長友のゴールもあり、グループ最初のドイツ戦をね、負けた時にはやばい匂いがプンプンしてたんだけども、そっからね、いやカメラアングルを変えたのがきっかけだったのかもしれないが、しっかりと修正できて見事に突破を決めることができた。さあ決勝トーナメントも楽しみだね。これなら南の2ゴール、兄弟活躍、鎌田1アシスト、長友1ゴール、酒井1アシスト。日本はグループ E 2位通過と。決勝トーナメントはどこと当たるのか。さあ各グループの結果ですが、グループ D までは今回初めからもともと終わってたんで変動はないけども、グループ A がセネガル、オランダ、グループ B がアメリカ、イングランド、グループ C アルゼンチン、ポーランド、グループ D デンマーク、フランス、そしてグループ E ドイツ、日本で、こっからがね、今同じタイミングで3試合目を終えたグループで、その結果グループ F がベルギー、モロッコ、グループ G セルビア、カメルーン、さあブラジルがまさかの敗退。これ帰国できないんじゃない。そしてグループ H ね、なんと韓国無双しております。3連勝で首位突破と。これでワンチャン決勝トーナメント初戦で韓国と当たったりなんかしたらおもろいけどね。さあベスト16の相手ベルギーに決定しました。くしくもロシアワールドカップと全く同じ組み合わせ。さあ絶対にリベンジしたい。それでは今回このベスト16ベルギー戦プレイして終わりにしていきましょう。さあ今回も日本はスタメンは変えず、好調のこの布陣で戦っていきます。相手のメンバーはこんな感じ。さも言わずもがな強豪だし、ロシアワールドカップの時のね、面々もかなり残ってるんで、これはいいリベンジマッチになるんじゃないかと。まずは先制点だね。そこを大事にしていこう。ベスト16キックオフ。さあ三笘、
頑張れ長友強い鉄人長友純也行ってこいオフサイドかまずいまずいまずいやっべあっぶねナイスカット。いいぞ、純也。オッケー、ナイス。先制点決めたのは伊藤純也。さあ戦術伊藤純也が効いてるぞ。うまく裏をついていった。見事。あの一瞬のスピードたまらんね。先制1対0。さあただロシアの時もね。日本先制はしてたけどそっから行かれてしまった苦い思い出があるんでそれは日本人の記憶にもしっかり刻まれてるんで逆転だけはされてはいけない さあ純也そしてフリーだいやーオフサイド頼むよ OK さすが長友さあ抜けたこれはチャンスいやしょぼいシュート打ってしまったいや惜しいねこれは2点目取らんといかれるぞいや怖いんだそこがやっべさあ繋いでいってサイドに展開ここで前半終了前半終わって1対0 1点リードさあこのままロシアのリベンジ達成といきたいところではあるが相手はベルギーなんでねそう簡単には行かせてくれないでしょうさあ何度か追いつかれそうなところあったんで後半早い時間帯でなんとかね追加点取って引き離したいところメンバーは変えずに行こうか後半キックオフいや怖いぞやばいあぶねゴンダナイスセーブナイスさあ抜けた三笘ナイスゴールカウンターを決めた三笘素晴らしい抜け出しだったシュートも落ち着いてたねこの追加点でかいぞ2対0さあただロシアの時も日本確か 2-0 までは行ったんだっけちょっとあの時の再現にはならないようにしないとねナイスカットトミヤスナイスいやここ長友の戻りさすがナイスカットさあこれチャンス純也オッケー伊藤純也さあとどめの3点目ロシアで取れなかった3点目を純也がやってくれた3対0ナイスカット
さあフリーだ。鎌田、4点目。さすがに相手のディフェンスライン崩れてきてんね。これはだいぶ余裕があった。4対0。それじゃあ選手変えていこうか。三笘と南野入れ替えて、三笘に変えて浅野、森田に変えて田中を、鎌田に変えて久保、そして伊藤に変えて堂安。これでいきましょう。まずい。オッケー、吉田ナイス。いい展開。危ない。さあこれはチャンス。オッケー、ナイス。田中を結果を出した。素晴らしいね。交代早々、しかも綺麗にパスがつながった。さあベルギーのディフェンス陣を翻弄したね。見事なシュート。5対0。ここで試合終了。ワールドカップベスト16、5対0で勝利。さあド派手なリベンジを果たした。まさかこんな一方的になるとはね。まあ、正直相手3バックだったんで、結構確かに崩しやすかったんだよね。さあ日本ついにベスト16の壁を打ち破った。次回いよいよベスト8。浅野1アシスト、鎌田1ゴール1アシスト、南野3アシスト大活躍、伊藤純也2ゴール、田中碧1ゴール。さあ次の相手はカメルーンか。いや、できれば韓国来てアジア対決っていうのも楽しみだったけど、こればっかりはしゃあないね。まあでも初のアフリカ勢との対決も楽しみ。他に勝ち残ったのはイングランド、フランス、ポーランド、オランダ、ドイツ、ポルトガル。ザ・ベスト8みたいな感じになってきたね。ただこん中だとカメルーンっていうのは当たり的には悪くないね。さあこちらは次回楽しみにやっていきましょう。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。